明石家さんまさんが司会を務める踊るさんま御殿の収録前に、お笑いコンビ桑畑大原の桑畑理恵さんが子供を連れさんまさんの楽屋へ挨拶をしに行った時の話。桑畑さんが楽屋を訪れた時、さんまさんはちょうど別番組の打ち合わせ中でした。さんまさんは少し腰を上げ、抱っこしようかと子供を抱っこしようとする素振りを見せましたが、邪魔にならないようにと遠慮し楽屋を後にします。それから桑畑さんが楽屋で収録の準備をしていると、さんまさんのマネージャーから出産祝いと抱っこしては金くれないと書かれたメモを渡されました。突っ込みながらもお祝いまで面白いと、さんまさんの凄さを実感したとブログで綴っていました。収録後、桑畑さんは再びさんまさんの楽屋を訪れ、子供を抱っこしてもらえたそうです。